始まりました湯山玲子のカルチャー幕の内弁当。はい、今回のテーマは歌舞伎四世鶴屋南北作桜姫吾妻文章です。2021年、このコロナ禍の中ですね、歌舞伎座で4月と6月にですね、まあ一つの演目をですね、上下の2巻に分けて上映したんですね、これ。で、これがまあ非常にですね、人気公演となりましてですね、まあ私の周りの歌舞伎ファン以外の割とまあ演劇が好きだったりとか、まあクラシック音楽が好きだったりするような人たちの間の中でもですね、ついに桜姫やるのというような形の噂がFacebook あたりにですね、こう、わざと来てですね、チケット取れたら取れないだろうというですね、大騒ぎを引き起こしておりました。しかしながら私は奮闘いたしましてですね、上下巻合わせて通算7回通うことができたのです。ということはですね、2021年、このオリンピックの前の期間ですね、私の魂の半分は、すべてですね、鶴屋南北の桜姫吾妻文章の世界の上をふわふわと漂っていたような記載する今日この頃でございましたね。まあなんでこんなにですね話題になったかということはですね、もうまさに配役なんですよ。で、これ主人公の桜姫ですね。桜姫役にはですね、坂東玉三郎、そして釣金権助、宋清源の二役としてはですね、片岡仁左衛門というこの二人のですね、ニザ玉コンビっていうらしいんですけど、これ私 Facebook で知ったんですけど、ニザ玉コンビがこう見れるということで。これですね、実はその仁左衛門さんがまだ片岡孝雄だった時にですね、高玉コンビというのがですね、非常に80年代、私たちの文化系女子たちの心をこう震わせたことがありましてですね、それからなんと30年ぶりの顔合わせがここで実現したということなんですね。当時私はですね、ピアという文化情報を扱う雑誌の演劇担当で、歌舞伎担当でもあったんですよ。でですね、歌舞伎というのはですね、まあ結構湯山家ではですね、おばあちゃんが好きだったので、まあ、いくつかちょこちょこ見に行ってたんですけども、そんなハマるというわけではなかったんですね。で、それがですね、当時片岡孝雄さんと坂東玉三郎さんのですね、お二人のその高玉コンビの桜姫を見た瞬間にですね、もう強力なちょっと衝撃を受けましてですね、その時、まあある種歌舞伎に対する私の一つのセンスが、小さい玉ですよ本当に、なんかまあセンスといろんなところにこういう種があって、それは芽吹いていくもんなんですけども、まあ一つのなんかつかみみたいなことを、この桜姫吾妻文章で、当時はですね、私もなんかね、今回7回まではいかなかったんですけども、通し狂言を2回3回は見に行ったんじゃないかという記憶がありますね。まあそれほどちょっとハマってしまったというような関係があります。当時の片岡孝雄さん、今の仁左衛門さんですけれども、それと坂東玉三郎さんのですね、まあ、若き時のですね、美しさといったらという話ですよ本当に。でまあね、もちろん女型なので、玉三郎さんね、まあ考えてみればすごく美しい男が女型になって、でまあこう綺麗な男性とですね、これ割と色っぽい話なので、いろいろよしな仕事があるんですよ。まあそんなラブシーンの美しさかな、あれは本当に、なんていうのかな、ちょっと私のエロスのセンスの原点というか、そんなような思い出があるんですね。でまあちょっとこれがね、忘れちゃいけないことなんですけども、実は少女漫画の世界では24年組というですね、昭和24年に生まれたですね、もう素晴らしい才能がたくさんいる、萩尾元さん、竹宮恵子さんという形ですね。まあ、その前後に、ね、非常に才能のある漫画家さんたちがいるんですけども、その彼女たちの漫画をですね、中学、高校、まあ大学の人もいたかな、ぐらいのところで見て衝撃を受けた人たちというのがですね、その彼女たちが表現するですね、今までその少女漫画や、まあ、ほんと漫画全体になかったようなですね、例えば、耽美的だったりとか、あと、エロスだったりとか、禁断の恋愛だったりとか、あとちょっとグロテスクな感じだったりとかするような、ちょっと割と、なんだろうな、真善美みたいな、なんかよく言われてる、良きものではない、悪きものというか、ダークサイドの魅力みたいな形。
まあ、エロスも含まれますけどね、それに。で、そこはこう、実は24年の少女漫画というのはかなりこう入っていった人たちなんですけど、そのあったセンスのもとにですね、あ、歌舞伎という古典芸の中に、こんなものがあるというような発見になったような、私は気がしますよ、これ。これはですね、吉田家の息女、まあ、お姫様の桜姫がですね、なんとですね、輪廻転生の運命から逃げるように、生生流転&地獄巡りをするですね、大長編物語なんです。これですね、鶴屋南北あるあるのですね、いくつかの物語をミックスアップした複雑系なんですね。これ、まあ、ミックスアップというのはですね、実はその専門用語で、内混ぜ、って言ったりするんですけれども、複雑系の中にある3つの物語、何かと言いますとですね、まずは清源桜姫もの、そしてですね、能狂言のね、梅若誘拐事件を扱ったです隅田川ものという有名なものがあるんですけども、その2つのね、割と誰でも知ってるというか、物語をこう組み合わさっていてですね、それだけではなくてですね、なんと当時のゴシップを入れてるんですね。ここにそのゴシップは何かと言ったら、当時ね、公家の娘を自称するインチキ女郎がいたらしくてですね、そのネタをこの物語に入れ込んでるっていう、だから3つのね、全くちょっとテイストや次元が違う物語がこう一緒になって、桜姫の物語をこう構築しているという。でね、そのまあ、それ複雑系ですよ。で、その一つ一つというのはですね、まあ、それなりにその清源桜姫ものの世界観があって、それこそ隅田川ものの世界観があるっていうようなことで、ちょっと違うものなんですね。で、その間を桜姫はですね、一人だけポンポンポンとですね、そこの物語の重力にこう囚われずにですね、自由にこう行き来するような存在なんですよね。どこの天使さんかと思われるような話なんですけれども、そこが非常に面白いところです。まず桜姫というキャラ造形の面白さですよね。まあ、歌舞伎というのはですね、非常に儒教の影響が強いので、書かれる女の人っていうのがですね、割と類型的なんですね。まあ、いわゆるですね、良妻賢母ですよ。で、それからやっぱり恋に狂った女だったりとか、あとそれから、まあ、恋に一途な娘だったりとか、まあ、どれほども真面目ですよね、どちらにしろね。あとそれから全体的にですね、滅私奉公して、まあ、何か夫の犠牲になったり子供の犠牲になったりする人が非常に歌舞伎多いんですけれども、その中においてですね、桜姫ってちょっと別格に現代に生きる私たちの女性にね、近いところあるんですよ。なぜならばですね、割とね、自分の人生を自分で選んで切り開いていくタイプという、まあ、これ自立って言うんですけどね、みたいな私ですよね。で、その自立感のあるキャラであってですね、まずですね、彼女は一番最初にこの輪廻転生の、呪いというかですね、自分の前世のことなんて覚えていないのに、この前世にこう執着した男から言い寄られ、まあ、いろいろぐちゃぐちゃあるんですけども、普通だったらか弱い女性はですね、海に逆らえずにそちらにこう引き寄せられる形なんですけれども、なんと彼女はぶち壊して、そっからトロトロと逃げてっちゃうんですよね。まあ、その逃げていくだけではなくてですね、割と自分の己の欲望に忠実、これもちろん性欲も含めです。まあ、これ後で話しますけれどもですね、欲しいと思ったらすぐ行動したいと思ったらすぐやるみたいな感じですよね。この、まあ、その即断即決は悩まない、そしてあまり反省もしないっていう、これは私なんじゃないかと思ったりもするんですけども、そんな感じですよね。というか、まあ、運命をです、受け止めるんじゃなくて、運命を自分の力で変えていくような力強さ、こんなような女性像をですね、よくまあ考えたかなというような驚きもあります。で、これはですね、私なんかこれずっと桜姫に思ったことなんですけれども、村上龍のイビザという小説があります。で、その中でですね、主人公がですね、世界中をこう流されるままというか、点々といろんな経験を重ねていって、ある種の地獄巡りやっぱりしていくんですけども、その彼女のね、生き延びる可能性を無意識のうちに欲しているっていう感覚っていうのが、その主人公にあったんですけども、まあ、まるで私はその桜姫というのはそのイビザの主人公、まあその村上龍のね、イビザに関してはですね、最後にその主人公がですね、なんともう手足を切られて、人間だるまになってですね、イビザっていう島ですよ。で、そこのクラブ、パジャっていうのがあるんですけども、そこの象徴的存在になって祭りがられちゃうって、なんか、まあなんだか悲惨な最後を遂げるんですが、まあ桜姫の場合は、まあ何事もなかったように、吉田家のお姫様としてもう一回帰還するという面白いところがあります。釣り鐘権助ですよね。一人は。まあ、これはですね、悪党なんだけどもですね、非常に魅力的なある種の男のパターンを表していると思います。
一言で言うならそれはダメンズ&チャラ男っていう感覚かな。女の人ね、恋する相手は、まあ、綺麗でね、性格も良く、力強く、まあ、非常に包容力があるというふうに、スペックを並べ立てがちですが、実は現実のところはですね、自分が惚れてしまうのはそうではなくて、もうどうしようもない、ダメを、バカをっていうようなことが現実的に多いでしょ。まあ、そういう物語いっぱい周りで聞きますけれども、まあ、その典型みたいな、存在なんですよ、ゴンスケっていうのは。例えば、それね、女性から見て、これは私の感覚なんですけれども、例えばね、男性の特性である、まあ、権力志向だったりとか、あと、侍ぶりみたいなこと、まあ、素直ですよね、みたいなことは、実はもう女性はね、できるんですよ。で、会社でこう、出世していったりとか、まあ、一つの会社なんか持てたりすると、そういうようなことが人間の魅力になっていくので、努力すればそういった侍ぶり、マスラフぶり、強い存在っていうのになれるんですが、このゴンスケのですね、公職、不誠実、あと変な明るさ、まあ、反省しないっていうのかな。あとそれから、上の空感っていうんですかね。なんかね、チャラチャラ、チャラチャラいろんなことに生きていてですね、波流していくような、真剣じゃない感覚ですよね。これ実は私の感覚ではですね、すごく男性特有の、なんかその悪い面でもあり、あとそれから女性は結構真面目ですから、私なんかそうなんですけど、なんか、ちゃんとこう、道理を通そうとするような、私も含め、まあ、これ私は女性を代表はしてないですけどもね、そんなようなとこだと、私の中にはない部分ですよね。そんなような魅力が、ゴンスケには満ち溢れているのです。ここでね、ゴンスケを演じました片岡仁左衛門の魅力についてもちょっと語っておこうと思うんですけれどもですね、まあですね、このチャラ男、ダメンズの感じをですね、あの美しい77歳ですよ。もう全く贅肉がもう見られないですね。おみ足、スッとしたおみ足とですね、体でですね、もうひょうひょうと軽々しく美しく演じていくわけですよ。やっぱり重さ軽さで言うとですね、重厚ではないです。で、非常に、軽い。軽いけど、これ軽薄というわけではなくてですね、一種の透明感だったりとかですね、永遠のなんていうかな、若気の至りというのですかね、なんか。年を取っていくと檻みたいなものがいろんな男も女も出てきてしまうんですけど、そういうものがない、なんか殺爽っていう言葉なのかな、そんなような風がですね、もう悪党ゴンスケからビュービュー舞台から私の方を向かってですね、こういう風が吹いてくるという素晴らしさですかね。この桜姫吾妻文書、まあ、なんでね有名かというとですね、多分歌舞伎の中ではですね、これが唯一じゃないかと私は思うんですけれども、結局ベッドインまでのラブシーンっていうんですか、むつごとまで。ABC で言ったら、申し訳ないですけど、B までは必ず行ってます。そこまでのですね、前儀的なというか、そういったラブシーンがですね、バッチリここを描かれてるのが、桜姫吾妻文書なんですね。で、まあその熱で美しさといったらですね、まあそれを様式化するのが歌舞伎なわけなんですけれども、まあとてつもなくですね、魅力的なんですね。で、その魅力的ということをですね、ちょっといろいろとですね、こう、細かくですね。なんせ私、前列8列目からですね、このオペラグラスを持ってですね、舞台からどう見えたかわかりませんけど、もうずっとそこをですね、観察してですね、堪能したわけなんでございますがですね、まずですね、最初のこの桜姫というのはですね、誘う女なんですよ。桜姫、その前まではって、剃髪して仏門に入ろうとした女なんですよ。で、それなのに、ちょっとフラリとやってきたですね、釣金ゴンスケ、普通の町人みたいな格好で出てきたやつで、まあ、紛れて来ちゃったんですけど、で、まあ、お女中たちがね、なんかもうあっち行ってくれみたいな話で、何でお前が入ってきてるんだっていうようなことを言ったんですけど、桜姫はそれが、ゴンスケだと分かってですね、分かった瞬間に、もう、さっき言った即断即決、そこにいる女中たちをですね、ちょっと休憩しませんかと言って、お人笑いをして、僕そこのゴンスケ地べたに座ってますから、それちょっと上に上がんなさいっていう、誘う女なんですね。すごいのがですね、坂東玉三郎さんの、まあ、そこの、ここにおじゃっていう、独特の表現ですね。今まではだってずっと仏門に行こうと思って、こんな、手を合わせた人間がその瞬間に表現するっていう、見た瞬間に言って、あの声色のなんていうのかな、聞き込まれるようなエロスっていうのは、ちょっとね、答えられなかったですね。その表現ぶりもすごいんですけれども、それはですね、私、あの時にはですね、そこはあんまり自分の中に刺した感じはなかった。
ったんですよね。ということは、なんていうのかな、まあ、こっちのね、あれから30年間いろいろあったような、吉田仕事の、なんていうのかな、思い出も含めてですね、まあ、非常にその、表現するその一瞬の、演技は、まあ、本当に素晴らしかったかなっていう感じですね。あとはですね、なんとですね、桜姫、その、いろいろと、むつごとが、様式化される中でですね、騎乗位なんですね。もう乗っかっちゃってるんですよ、桜姫。まあ、その乗っかり方もですね、これ私今回初めてちょっと発見したんですけど、なんとこうね、膝立ちにして、こう、蝶が羽を広げるように、袖をこう、ふわっとこう、振り袖ね、綺麗な振り袖のことをやるんですけども、その感じがですね、なんか、ちょっと申し訳ないんですけど、アート感覚で言うと、女性器のメタファーっていうんですか、なんかこう、ふわっと花開くっていう、もう準備 OK よみたいな感じの具象、もうここまで言ったらちょっと怒られちゃうかもしれないんですけど、私はなんかそういう表情、まあ、ある種そういった形式化するかということは、何かのこの真実を洗練されたスタイルに押し込めていくわけですから、私はそれね、間違いではないとは思ってたりします。で、またですね、有名な帯解きですよね。まあ、それこそ、まあ、セックスするわけですから、お脱がせにかかるときにですね、帯くる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 ってまあ、なんか、あれですよね、時代劇の、あれを大観様みたいなことを、まあ、やるんですよ、同じように。そうやられてね、くるくるって桜姫行くんですけど、それをね、やり返して、なんと、ゴンスケをぐるぐるってやってしまって、ゴンスケその後、肌身バラみたいな。なんか、それが対になってるっていうですね、一応その、古典的なセックスあるあるは、やっぱり攻めの男、受け身の女というですね、類型があると思うんですけど、なんとここの桜姫とゴンスケに関しては、イーブンでメイクラブする、前儀の部分なんですけれども、という話で、非常にここはびっくりしましたね。まあ、多くのですね、歌舞伎の非常に印象深いシーンというのはですね、大抵、この花道の七三というですね、まあ舞台からちょっとこう花道に出たところのですね、その場において、まあセリフとして、そしてそれからある種この形としてですね、表現されることが多いんですけれども、まさにこの桜姫、吾妻文章のですね、真骨頂がですね、ちょっと今私が、ちょっとそこのセリフの再現をしてみますけれども、ちょっと聞いていただけますでしょうか。まずね、桜姫から。いや、その面差しは清源殿、権助。いやいや、俺だわないな。桜姫。本にそなたは？ゴンスケ。ゴンスケだよ。その次です、桜姫。所詮この身は、毒食わばっていう。で、まあ、このセリフとですね、そのセリフを言った時のですね、玉三郎の、ここの眉間にガッとちょっとシワが寄ったような形の何とも言えない表情ですよね。で、その表情で持っていったこの毒クワガのこのセリフ。これはですね、なんていうのかな。もう自分のやっぱり運命に抗って生きる桜姫なんですけど、どうしてもその運命の方に絡め取られてしまう。運命の方が自分の方をこう、滅ぼしてしまうようなことの、まあ、一種負けそうになって驚かされてったけど、でもそうじゃないっていう、こういうような私のハードな人生だったら、それ毒ですよ。もう毒食わば私が全部引き取って、それでも前に生き延びてやるって言ったような、非常に強いというか、まあ、ある意味ですね、人間の底力みたいな話ですよね。で、そんなようなエネルギーと、ある種、自分に対する怒り、人生に対するの怒り、思い、それから、運命に対する思いみたいなことを、跳ねのける、受けて、なおかつそれに負けるようにしないというようなね、人間ってまあ、そんなようなことが人生の中でいくつかはあるんじゃないかと思うんですけども、そこに見事にシンクロするような、素晴らしい場面ですね。桜姫はですね、念願の恋する男、ゴンスケとですね、添い遂げるんですが、ゴンスケというのは非常に悪い男でしょ？なのでですね、なんと、女房ですね、女郎に売っ払っちゃうんですね。売っ払ってないんですけど、稼がせるわけです。で、いつもこう離れて、女郎生活をさせていてですね、たまにゴンスケのところにこう、里帰りするっていうような感じのことをさせてるんですけれども、桜姫ね、ブルワでですね、喋んなきゃいけない。なるとですね、彼女はもともとお姫様なので非常に雅な言葉を使ってるんですけども、まあ女郎の世界っていうのはそういう言葉を使ってなくて、割とその伝統な江戸っ子的な言葉を
使ってるわけですよ。で、その女郎言葉とですね、その彼女が元から持っているですね、お姫様言葉がですね、なんとこう混在しちゃって、お桜姫が言葉を喋るようになっちゃってて。で、それでですね、まあ、戻ってきて、ゴンスケと喋る間の中にですね、まあ、それが、自らがーっていうようなお姫様言葉を使ってみたり、ある時は、よしねえなーっていうような、女郎になってみたりとかっていうことがですね、言葉として現れてしまうのがすごい面白いですね。で、まあ、これはちょっと、考えてみればね、非常に言葉っていうのは実はその気持ちを連れてくるわけで、結局お姫様の桜姫は女郎にやられてしまって、もう好きでもないし、まあ辛い家業ですよ。で、その時のその場において生き延びるために、その女郎言葉を使うことによってそこに同化するっていうことも考えられますよね。でも、しかしもう持ってる自分の本質はお姫様なんで。ということで、それを全部捨てるわけにはいかないということで、まあ、よしねえなーっていうような感じで、こう、悪いことを使わなくても、自らがっていうのは、やっぱり、ある種自分のお姫様であったことの良心がこう出てきてしまうっていうような、ちょっとですね、ちょっと、そういったゾッとするような、その、ある種の彼女の適応の残酷さみたいなことも感じることもできるし、まあ、そんなことはね、全く関係なくて、本当に流れるようなセリフの中のですね、高低差というか、みやびな不安とした感じと、電報のよしねえなっていうことがもうくる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 変わっていくようなことをですね、セリフを全体的に音楽のように聞くようなこともできるというですね、まあこれは本当にこの四世鶴屋南北、戯曲家としてもすごいやっぱり才能がある人だなと本当思います。で、やっぱりもっとすごいのはですね、これって日本語のかく乱なんですよ。で、よくこれってお笑いのネタにもなっていて、まあ例えばルー大柴がね、ルー語って言って外来語とね、日本語をこうごちゃ混ぜにした、まあこれはちょっと逆にアメリカかぶれのパロディみたいなこともあるんだと思うんですけども、ユーはとってもグレースフルよとかみたいなこと言ったりするじゃないですか。日本語ってそういったちょっとかく乱されると、なんかちょっと面白おかしくなるようなセンスが私持っていて、それが、まあこの歌舞伎の当時のセリフでも面白さとして私たち伝わるというところが、まず驚きであり、この戯曲の本当に面白いところです。本当は毎日ね、通ってもよかったよ。そんなことは、お金と時間が許さなかったんだけども、でも、これ本当に舞台のね、宿命というかですね、必ず舞台というものは終わってしまって、やはり記憶の中のものになっていくんですね。でも、二度とこの同じような一瞬というのは訪れないということだとするとですね、やはりこれ一番私が今、心を痛めているのがですね、これね、やっぱり、御年、77歳の仁左衛門と、71歳の玉三郎。やっぱり体力がきついから上巻下巻に分けて動きもね割と大きいしセリフも多いしもう大変な役ですよ。それをですね来年再来年これはもう一度ですねもう私来年でもいいと思ってるんですけども再演していただきたいという思いです。もう一つはですねこれだけの演目なのでさっき言いました女性のね桜姫の描き方というのが唯一私たちの現代女性のですね結構並走者というかあるあるというかね、そういうところの共感をもたらすようなものすごい面白いキャラなので、違う下の世代ですよね。で、また新しい桜姫像とだったりとか、そのチャラ男の悪いゴンスケ像っていうのを若い世代が、やっぱり歌舞伎って古典なので、こう受け継いでいって自分なりの桜姫アズマ文章の世界をですね、作っていただきたいと思うんです。以上です。湯山玲子のカルチャー幕の内弁当。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。湯山玲子が主催する企画外で生きようとしている皆様に役立つ教養オンラインサロン湯山玲子のカルチャークラブではさらにディープな内容をお届けしています。詳細は概要欄のリンクからどうぞ。